田主丸中央は、福岡県久留米市田主丸町の国道2 1十号上に、ある、西鉄バスのバス停、または、道志県道729号上にある、天木観光のバス停の名前である。以前は、バスセンターとしての扱いを受けており、旧田主丸町内の交通の要点となっていた。西鉄バス、田主丸中央バス停2006年当時の、田主丸中央バス停。 上画像と同じ位置だが、当時は、吉井、北方面バスもここへ乗り入れていた、現在の西鉄吉井営業所の設立と同時に、設置された、西鉄が所有する2階建てのバスターミナルだった。以前、田主丸近辺を長距離バスが運行していた時代は、1階がバスセンター、2階が乗務員の休憩室として存在していたが、現在は建物を壊して、普通のバス停となった。 その後2012年の高塚北久留米間の急行バス廃止に伴ってこの停留所に停車する優等バスは完全になくなった。以前は北方面のバスがバスセンターに侵入するときにきついカーブがあり、幅がギリギリの状態で侵入していったのは有名な話である。現在は建物がなくなり東方面と西方面でバス停が分かれたため、 その問題は解消されている。また、2001年に西鉄バス両地区が一部路線を、天城観光バスに乗とした際に、天城観光バスが県道729号上に、新しく、田主丸中央バス停を設置した。西鉄バス久留米の停留所は、国道210号を上に設置されている。乗り場は2つあり、西側が久留米市内方面、東側が吉井。 北市方面である。また、近くに、天城観光バスの路線バスの天城方面への乗り場がある。乗り場は二つあり、北側が、福岡、朝倉街道、天城方面、西側が、佐賀、久留米方面、東側が、吉井、萩、北、杖立、別府方面であった。天城観光の停留所は、県道729号上に設置されている。ありがとうございます。